の人の僕は対策を常に考えながら、もう仕事中でも同じ手が使えない。一番こうオーラ出てるなみたいな。単に怖いだけでしょ。この人、シャンシュビうまいやないかなみたいな人います、うん。いてくれるんですよ。そこにいつも。いるだけで安心。対戦してみてですよ、すごいなと思ったバッターベスト3って言えますか、すごいな、いろいろね、凄さがね、そう、凄さがいろいろ違うと思うんですよ、はい、うん、まあ一番やっぱね、パ・リーグでずっと対戦してたので、マウンド上でこう考えさ、毎回考えさせられたのは、もうそれはもうやっぱ当時、2チャンピオン小笠原さん、もうあの人の僕は、対策を常にこう考えながら、この人に通用すれば左バッターの強打者、ああいう好打者には通用するって思ったぐらい、小笠原さん、左バッターをイメージしてピッチングをするときは、いつも小笠原さんをイメージする、うん、その次に福浦さん、そこら辺をね、僕はイメージして、ここら辺はね、やっぱまあ僕の中で小笠原さん。小笠原さんにはやっぱりよう打たれとったんですか。年々やっぱね、左手が高くなってきて、やっぱ苦手意識っていうか、やっぱ変化、もうシーズン中でも同じ手が使えない、同じ手使ったら打たれちゃうんだ、使えない、この抑えたからこの方法でって言ったらダメなんよ常になんかこう、こっちが変えていく、向こうに考えさせる作業をするせないしないといけないので、さらにこっちは考えていかないと、その作業ですね。小笠原さん特にそれが強かったバッターから僕からすると、小笠原さんの1位です3位ですか1位、ああ順位つけた、もう全然ダントツの1位だと思ってた、あと1人の2人いますね、まあ、まあさっき言った福浦さんもそうですね、福浦さんもそうなんですか、福浦さんもやっぱり同じコアのすごい良さですか、まあ、でもまあ小笠原さんほど僕はその、まあ、対戦制限そこまでこう悪くはなかった、まあ、悪い時もありますけど、でもこう福浦さんの場合はある程度捨てにくい、もうここでこう来たらもう別にもう三振空振りしょうがないやっていう、もう小笠原さんはそんな感じです、全部っていうこと、もうどこ来ても全部ヒットにするぞぐらい、そうミートするしっかり振るっていうぐらいの感じに僕はマウンドで感じてます、その怖さはありましたね、だからその2006年のプレーで負けた時、僕は小笠原さんを9回小笠原さんを牽引してるんです、はい、してますね、はい、もうそこは僕の中であの状況で小笠原さんの勝負で、はい、僕の力では絶対勝つことができないと思って、まあ、セオリーとしても1がいたんで任せるっていうのはありますけど、はい、そのイチロー選手の対戦とかあるんですか、ね、ありますよ、若い時、おどうでした、ね、シーズンで1試合、対戦させてもらって1試合ではまあ3打席で、その次の年かな、オープン戦で1打席、合計4打席、4の4打ち取ったことないあ、そうですか、へぇ、鮮明に覚えてますけど、初対戦の時、今の、ホットモット球場、当時のグリーンスタジアムで、はいはい、第1打席、初回ですね、一応そうです、3番バッターだったんです、ライトスタンド上段のスリーが、そうなんすか、あの細い体で、ミートした瞬間、打球見えんかった、もうね、そんな早かったっていうか、うん、なんとボールとバットが重なってる時間が長くて、いやそれも、いやいや完全にアニメやこれ、だから一瞬見失うんですよ、でもタイミングとかはバッチリあったんで、まあ、結構長打なんだぐらいは、まあ、一瞬で思ったんですけど、一瞬あたちがパッて見失ってパッて振り向いた瞬間上向いたら全然上段にまで行って、うわーすげえこの人って、へえ、僕はその時22、23とかそんなぐらいでして、今のもう自分には
ちょっと厳しいかなとかって思うぐらいの、もうそれ鮮明に覚えてます。いやもうその感覚は初めてやったんですね、本場。うん、バットにずっとこうスイングも速かったんですけど、ね、ホームランバッターじゃないと思うんですけどね。でもあの人ホームラン取っても打てる人なんで、えっ、うん、取ってもらってるんですか。あの人の練習のバッティング練習なんてほとんどホームランですからね。そうなんすか。うん、全部わそういうほとんどホームランです。なんか内野安打とか足使ってるんですか。流さないですから、基本全部引っ張りますから。あ、そうなんすか、うん、じゃあ小笠原、福浦、一郎、まあ、一郎さんとかちょっとね、別格っていうか、僕もあの投げてる時期がその小笠原さん、福浦さんとちょっと違うので、じゃあそのバッターボックスだと一番こうオーラ出てるなみたいなバッターいました、うわみたいな、オーラっていうか、うおーって思ったのは、タイロン・ウッズ。それ単に怖いだけでしょ。あれはすごかった。怖い。いや、この筋肉格闘家ですもんね。消防隊員。こんなにいるっていうぐらい。なんか乗っとったもんね、筋肉。バキに出てきそうな感じですね。どこで使うのかな、この筋肉。すごい。そうですね。じゃあ今度逆に体が、まあ、すごいなと思うピッチャー3人ぐらいにもらっていいですか。一緒に現役やった現役当時の、はい、すごいピッチャー。いやーどういうのだから松坂大輔、松坂大輔でしょ。松坂投手は何人がすごかったですか。いやもう全部やっぱととあの揃ってるんで、ちょっと投げるだけじゃなくね、フィルディングとかも上手いし、全部僕にないものも全部持ってる感じなんで、はい、はい、あと、あと当時、まあ、2005年から交流戦始まって、やっぱ、トレーニング早く終わらせてこの人のピッチング見たいなって思ってた人は、当時、カープの黒田さん、はいはい、で、川上憲伸さん、うん、で、またちょっと違うタイプのこう、ベイスターズの三浦大輔さん、ハマバンチョですね。やっぱそこら辺の人たちが投げて、まあ、交流戦がやっぱ始まったすぐぐらいの時からやっぱセ・リーグのピッチャーの人のエース級の球をずっとこうライブで見ることってなかったから余計に興味あったので、やっぱ早めにトレーニング終わらせたいって思った人たちです、それぞれのピッチャーの凄さってどういうところなんですか。まず三浦大輔さん、まあ、三浦さんも、あと憲伸さん、でも三浦さん、三浦さんはね、はい、右バッターのにインサイドからスライダー投げてた、はい、僕そんな発想もないし、うん、当時ね、でそんな技術も僕はないから、インサイ右バッターインサイドからスライダーに入れるっていうことは、一旦バッターの方向にボールが行くわけですよ、分かりません、はい、そこからキュッと曲がるわけですよ。僕はそれを今までそんな免疫がなかったんで、投げた瞬間、離れた瞬間、あって思ったけど、そこからキュッと曲がったんで、うわ、すげえプロってっていう、技術、プロの技術って思って。普通は投げられないんですよね、そういうスライダーって。まあ、勇気がいりますよね。そうですよね。うん、だってアウトコースっていうイメージですよね。ちょっとでも甘く入ったらっていうのもあるんで。確かにスカーン行かれますけどね。これ技術はいるんで。憲伸さんのカットボールですよね。カットボール。カットボール。カットボールまっすぐも速いですし、カットボールもあって。でもその中で90キロぐらいのカーブを腕振ってピャーンって投げるんで。90キロですか。うわ、すごいですよね。100キロ切ってくるんですよ。はあ、それ見た時に。うわぁ、すごいなぁ、プロや。腕をちゃんと振ってるわけでしょ。プロやなとかって思ったね。もうあともう黒田さんはね、はい、やっぱ当時は広島市民球場でしょ、うん、狭い広島市民球場で、うん、僕2006年のその時防御率のタイトル取らしてもらって、はい、1点台です、うん、で黒田さんセ・リーグで防御率取ったんですよ、1点台、はい、僕はもう勘弁してほしかったんですよ。やっぱ僕は広い福岡ドーム、当時ね、福岡ドームで投げてることが多かった、はい、1点台と広島市民球場の当時の、もうこんな言い方するとカープファンに申し訳ないですけど、当時のチーム力で防御率1点台って、いや僕はね価値が違うと思って、やっぱ防御タイトル取りながらも、今年
どんな精神力してんねやろなって僕はその時から思いました。僕なら絶対正直当時のカープのチームにいてあの球場で防御で1点台っていうのはもう至難の業やなって僕思ったので、はあ、その人が投げる試合っていうのもやっぱこう見てて楽しかった。もう杉内と黒田さんのドームでの投げ合いとか1対0のね、こう投手戦のあれはね、僕は同じピッチャーですけど、見入ってしまいました。で、これは面白いなぁ、これピッチャー見につけるなっていう、それが楽しかった。じゃあ黒田投手のすごいところっていうのは、やっぱりそのピッチングもそうですけど、やっぱ精神力ってことですか？そうですね。あの人のそういうこう、なんていうんですか、めげないっていうか、そんなにこう、マウンド上でのピッチャーとしての、姿に浮き沈みがないです。それがやっぱりそのエースというかやっぱチームの中心、チームの柱の人やなっていうのはね、まあ、やっぱ見て学びましたね。あ、そっか。あとはそうですね、野手の方なんかでも、うわ、この人守備うまいなとか、この人一番守備うまいんじゃないかなみたいな人います？守備うまいなっていうのは、まあ、やっぱね、まあ、その当時のホークス、やっぱ僕はね、今ロッテヘッドコーチされて鳥越さん、はい、そんな目立たないんですよ、鳥さんの守備っていうのは、しかも大型ショートというか大型内野じゃないですか。そうですね、で大きいですね、後半ぐらい、うん、でやっぱ、ね、その170、180ぐらいの人がパッて動くのと、やっぱ鳥さんぐらいの人がこう動くのと同じあのスピードのタイムでやってもやっぱ速く見えるのはやっぱ小柄な人の方じゃないですか。はい、トリさんの場合は速く見えないんですけどいてくれるんですよ、そこにいつもその感覚です。だから僕はだからやっぱトリさんがショートいてくれるのはすごくもう安心なんですよ、まあ、そのやっぱいるだけで安心っていうので僕はピッチャーとしてマウンドで、うんうん、ある程度こう打球 の, ね感じとかって速度とかってやったらあこの人だといけるいけへんとかっていうのあるじゃないですか、うん、だからもうすごくこうここら辺はもうなんかショートなんでここら辺のこういう感じ鳥越さんがいるわけですね、もう大丈夫やなみたいな、はい、であの人も取ったらもう絶対確実なんで早期安定してるんで本当そうみたいですね。だからね、あんまりね、まあ、記録もね、守備率の記録も持たれてましたけど、あんまりそんなこと、鳥さんでそこフューチャーされないです。されないですね。うんうん、僕はもうやっぱ、投げてて一番後ろで守ってくれて、今まで安心感があるの鳥さんですね。はぁ、最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。